フレデリック、レオ・レオニ作、谷川俊太郎役、ちょっと変わった野ネズミの話。牧場に沿って古い石垣があった。納屋にもサイロにもほど近いその石垣の中、おしゃべり野ネズミの家。その上、冬は近い。小さな野ネズミたちはトウモロコシと木の実と小麦と藁を集めました。みんな昼も夜も働いた。ただフレデリックだけは別。フレデリック、どうして君は働かないの？みんなは聞いた。こう見えたって働いてるよ、とフレデリック。寒くて暗い冬の日のために僕はお日様の光を集めてるんだ。フレデリックが座り込んで巻き場をじっと見つめていると、みんなは聞いた。今度は何してるんだいフレデリック。フレデリックはあっさり答えた。色を集めてるのさ。冬は灰色だからね。フレデリックは半分眠ってるみたいだった。夢でも見てるのかいフレデリック。みんなは少し腹を立てて尋ねた。違うよ、僕は言葉を集めてるんだ。
冬は長いから話の種も尽きてしまうもの。冬が来て雪が降り始めた。5匹の小さな野ネズミたちは石の間の隠れ家にこもった。初めのうちは食べ物もたくさんあった。野ネズミたちはバカなキツネやまぬけな猫の話をし合った。みんなぬくぬくと楽しかった。けれど少しずつ木の実や草の実は減っていった。藁もなくなった。トウモロコシも昔の夢。石垣の中は凍えそう。おしゃべりをする気にもなれない。その時、みんなは思い出した。お日様の光や色や言葉についてフレデリックが言ったこと。君が集めたものは一体どうなったんだい、フレデリック。みんなは尋ねた。目をつむってごらん。フレデリックは言った。君たちにお日様をあげよう。ほら、感じるだろう。燃えるような金色の光。4匹の小さな野ネズミたちはだんだん暖かくなってきた。これは魔法かな？色は？フレデリック。待ちきれなくなってみんなはせがんだ。もう一度目をつむって。そしてフレデリックが青い朝顔や黄色い麦の中の赤いケシや野いちごの緑の葉っぱのことを話し出すと、みんなは心の中に塗り絵でもしたようにはっきりといろんな色を見るのだった。
じゃあ言葉はフレデリック。フレデリックは咳払いしてちょっと待ってから舞台の上の俳優みたいに喋り出した。誰が氷を溶かすの？6月に誰が四つ葉のクローバーを育てるの？夕暮れに誰が空の明かりを消すの？誰が次のスイッチを入れるの？それは空に住んでる4匹の小さな野ネズミ、僕と君、そっ君の春ネズミ、夕立を降らせる係、夏ネズミ、春になると色を塗る係、秋ネズミ、くるみと小麦の係、そして最後は冬ネズミ、小さな冷たい足してる。季節が4つでよかったね。1つ減ったらどうなることか、一つ増えたらどうなることか。終わるとみんな拍手喝采。驚いたな、フレデリック。君って詩人じゃないか。フレデリックは赤くなってお辞儀をした。そして恥ずかしそうに言ったのだ。そういうわけさ。Thank you.